続きましてソフトシリーズのご紹介をさせていただきます、はい、まず今木塚さんにご着用いただいているものがハイニックシャツという長袖の商品ですね、はい、で下がロングタイツになります。ソフトシリーズの特徴なんですけれども、これはもう名前の通りソフトとそれだけあって非常に柔らかいですよ、はい、柔らかいです。というのが売りの商品になります。実際ご着用いただくとあまり締め付け感というのはないかなと。そうですね、まあ、確かにこうピタッと体にはついてるんですけど、こうなんかすごいこうきつい感じは全然しないですね。結構こういう着圧系の商品というのが着ている時の着圧で結構ストレスを感じるお客様が非常に多かったりするので、まあ、そういう方には非常におすすめの商品になります。今まで何もこういう着圧系のものを着たことないけど新しく着てみたいなということも非常に柔らかく設計されているのでおすすめしております。引っ張っていただくと分かりやすいんですけれども、横に引っ張っていただくと非常に伸びますよ、ね、すごいのが売りになります。実際に手を通していただくと非常に滑らか、はい、肌触りがいいですよというのが特徴になります。多分これ初めてこうスポッてこう着た時のこの感触はすごい多分感動だと思いますよ、うん、すごい見た目にも結構スムーズな、はい、すごいこうなんだろう、滑らか感が、生地の滑らか感がすごいですよ本当に。後ろもなんか背中の切り返しが、こちらのソフトシリーズに関しては後ろがメッシュ素材になっておりますので、メッシュなんですか、ね、腰の部分のライフスピースのようなサポート機能というのはちょっと備えてないんですけれども、はい、こちらの方が熱の逃げ方であったりとか通気性はじゃあこっちの方が、ね、熱の発散作用というのはすごく高くついてありますので。なるほど、そうか、その分ステッチはこっちの方が、そうですね、そうですね。あとは本当にあの運動試合の本番なんかで使っていただいたりとか、あとは非常に柔らかいので運動が終わった後ですね着用いただくのもすごくおすすめです。運動終わった後に着る意味というかというのは、そうですね、多分皆さん運動が終わった後にクールダウンされてる方ってあんまりいらっしゃらないかなと思うんですけれども、肘も使ったら使いっぱなし、体も使ったら使いっぱなしって方結構多いかと思うんですけど、こういった着圧系の商品でしっかり体を包んであげることによって乳酸、疲労の原因になるといわれる乳酸ですね、こちらが全身に散らばるのが早くなったりとか疲労の回復が早くなったりという効果がありますので、なるべく運動が終わった後もそのまま着用いただく方がいいです。あ、脱がずにそのまま、そうですね、なんかこうアンダーウェアっていうとこう終わるととりあえず早く脱ぎたいっていうなんかこういう感じがあったりとか、逆に着圧強いと、そうですね、そう脱がなきゃいけないみたいなイメージがありますけど、これは多分つけっぱなしで痛いって思えるぐらい、うん、多分肌触りは本当にいいので、うん、なんか突っ張るような違和感がないってことですね。全然ないですね。ライフシリーズもそうなんですけど、このソフトシリーズも着るとき、脱ぐときストレスが非常に少ないかなと思いますので、うん、結構脱ぐのが大変だっていうのも結構多かったりするんですけど、うんうん、そういうストレスが非常に少ないかなと思います。下のステッチはロングタイツも少なめになるんですかね。そうですね、また一部縫製は変えてるんですけど、まあ、基本的にはその着圧ですね。もうこの一番足首の部分が着圧、柔らかい素材ではあるんですけれども、一番足首周りが着圧強くなっておりまして、だんだん心臓の方に来るに従って着圧を弱くしてあげるような設計になっております。心臓に向かって弱くなっております。心臓の方に血流を注入するような効果のためにさせていただきます。生地は、まあ、同じ柔らかい生地、そうですね。いや、これいつもソフトシリーズはどういう時に使っていますか。ソフトシリーズはやっぱりこうプレーをしない、テニスとか運動をしない時に使ってることがやっぱり多いですね、うん、あ、コート外で使う、コート外で使ってるケースが多いです、ね、だからさっきのちょっとお話してたかもしれないですけど、うん、お風呂上がった時につけてそのままぐるっと24時間つけてお風呂入るまでつけっぱなしというのはこっちのタイプが多いです。ソフトの、はい、ソフトタイプ、ソフトのシリーズが多いですね。逆に翌日、まあ、テニスをする予定があったりすればもうライフをしちゃうこともあるんですけど、基本的にはそういう時はソフトの方が、まあ、本当そういうことつけ心地がいいっていうのがあるので、なるほど、はい、長時間、長時間つけることにはこっちの方が僕は好きです。なるほど、はい、続きまして腕につけていただくアームカバーのご紹介になります、はい、これはテニスプレーヤー結構必須です。必須です。、はい、取扱説明書にも書かせていただいているんですけども、
ストローのアームカバーの着用方法を紹介をさせていただきたいなと思います。この線がクロスしている部分があるんですけれども、これを上に向けていただきまして、このまま腕を通していただきます。まくってからエダゴンにして、ね、そうですね。でちょうどこの肘を折り曲げるあたりに、ここにですね、このクロスしているところを持ってきていただいて、でこの後手を裏返していただきます。で線がここに2本ありますので、曲がっている場合はこれを真ん中に持ってきていただいて、この状態でたるみがなくなるまで上げていただくのが正しい着用法になります。ステッチを目安にすればいい。そうですね、ここですね。ちょっとこのここが肘のこの曲がる位置にこうやってくる。そうですね、でその状態で両手を同時に振っていただくと、アームカバーをつけている腕の方が結構風が抜けて涼しく、あ、はい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 、はい、うん、涼しい涼しい。夏の時期なんかこのアームカバーつけると暑いんじゃないのとおっしゃるお客様も結構いらっしゃるんですけど、風が抜けて涼しく感じるかなと思いますので、実際に店頭でご体験していただけると、はい、いいと思います。これじゃ右と左があるってことですね。そうですね。でこの内側に書いてあるんです。右と左と書いてありますので。なるほど。でこちらのアームカバーという商品がですね、もう先ほどご紹介させていただいたソフトシリーズと同じ生地で作っておりますので、非常に柔らかくて、あまりつけてる感じがしないような商品になっております、うん。ソフトシリーズのアームカバー、ね。そうですね。なので非常に柔らかく作ってありますので、ちょっと締め付けが欲しいなというようなお客様はワンサイズ下げて使っていただいても問題ないかなと思いますので、はい、今上半身にご着用いただいているものが男性用の半袖のシャツになります。これもソフトシリーズ。そうですね、はい、同じソフトシリーズですね。同じソフトシリーズの下がアンダーハーフパンツという商品になります。ちょっと長めですかね。膝上ぐらい、ちょっと上ぐらいですね。でもどちらも非常に柔らかいよと、はい、はい、特にこの上半身の半袖に関しては結構お仕事中も着用されているビジネスマンの方が結構いらっしゃいますね。スーツサラリーマンの、ね、はい、ワイシャツ着てる方の中にっていうことですか。あとはやっぱり日中の車の移動だったりとか飛行機とか新幹線の移動だったりとか、そういう時も着ている方が楽だとおっしゃっている方が多いので、うん、